こんにちは、たびにゃんです。今回は池袋の駅から数分、ラケルさんにお邪魔しました。池袋の東口、階段を上って大きな交差点を渡り、グリーン大通りを進んでいきます。自粛明けとあって池袋すごい人出です。グリーン大通りの五差路交差点の右側にラケルさんございます。右側ラッシュがありますね。ここのクレンジングやパックは人気商品です。右手ラケルがあります。ラケルは地下1階のお店です。たくさんランチメニューがあります。私が以前来た時よりもメニューが変わっていました。どれにしようかな。こちらではスープ、飲み物、デザートがついたセットがありますね。こちらはお得になっています。デザートも充実していてとっても美味しいです。店内はこんな感じ。赤いギンガムチェックが可愛いお店です。スープが来ました。このスープ、コラーゲンが入っているんですよ。クルトンがカリカリしてとっても美味しいスープです。ラケルは1963年創業のオムライスとオムレツ専門店です。オムライスが来ました。濃厚なトマトケチャップがたくさんかかっていて、オーソドックスなオムライスです。そうそう、私こういうオーソドックスなオムライスが大好きなんです。中はケチャップ味のチキンライスが入っています。数年前に来た時にはこれチキンライスではなくてカレー味のご飯が入っていたんです。ちょっと違和感を感じて、それからあまり来なくなってしまったんですけれども、今回はオーソドックスなチキンライスの入ったオムライス、とっても美味しかったです。そして隣にはチーズトッピングしたサラダがついています。ほら、チーズが乗ってるでしょう。チーズの塩味でサラダも美味しいです。程よい酸っぱさのレモネードもおすすめです。店内おしゃれで可愛いです。オムライスが乗ったお皿もとっても可愛いお皿です。店内は女性のお客様が多いようです。ランチ利用の近くの OL やお友達との会食、この日は年配の女性のお客様3人の方もいらっしゃいました。オムライスっていうと小さい子供が好きな料理かなと思いがちですが、女性も男性もオムライスファンって多いんじゃないかなと思います。ここはラケルパンも美味しいんですよ。ふわふわしていて中にマーガリンがたっぷり塗っていて、オムライスに合うパンなんです。ラケルパンもご一緒にいかがですかって勧めていただきましたが、今回オムライスが結構量があるので見合わせておきました。トマトケチャップが市販のトマトケチャップとは思えないほど濃厚で、たっぷりかかっているのも美味しさの秘訣の一つかもしれません。ごちそうさまでした。美味しかったです。一粒残らずいただきました。抹茶風味のティラミスデザートに選びました。こちら4種類ぐらいからデザートを選ぶことができるようでした。とっても美味しいデザートです。周りにはスポンジが囲ってあって、そのスポンジに抹茶染み込ませているんです。片面は、
ココアなんかココアパウダーが振りかけてある抹茶味とティラミスの味の融合のデザートです。真ん中にはバニラアイスがトッピングされていました。このバニラアイスもとっても濃厚、そしてバニラアイスの上には生クリームが絞ってあって、その上に、ココアですかね、ココアパウダーが振りかけてあるというデザートです。ラケルのランチセットはいろんなものがセットされているので大変お得感があります。一番最初に出てくるコラーゲン入りのコーンスープ、ドリンク、メインのオムライス、そしてこの美味しいデザート、こんなに盛りだくさんで嬉しいです。ごちそうさまでした。アイスレモネードも爽やかで美味しかったです。これで1298円です。階段を上がって池袋のゴサロに出てきました。この近くには GU やユニクロも、そして米田コーヒーもあります。GU、この前入ってみたんですが、すごく安くってとてもおしゃれな商品がいっぱいで、今度 GU で買い物しようかなと思いました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。またお目にかかりましょう。バイバイ。